でそんなんがあって、はい、早直さなあかんと。そうですね、はい、NHK のドラマも入ってる、うんうん、ほんで入院してる、まあ、横が NHK なんです。あくでドラマ撮らなあかんのにって、うん、早く直さなあかんのにと思いながら、はい、ああで、あのね、その公共も行かなあかんのにというので入院してて、はい、でまあ、その時にその時あのね、はい、耳ね、これメニューもそうなんですけど、はい、あの耳鼻咽喉科の先生は、はい、やっぱり人間水を飲みなさい、あ、水分は大事ですね、まあ、そうそう、昔からいい食事ありますけど、はいはい、いい食食の中に水は入ってるけど、また水は別としていい食、住、水っていうね、うん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 、やっぱりそうでしょ、それぐらい、はい、夏場にはね、脱水熱中症対策もそうですけど、そうそうそう、体のね、90何パーセントは水分って言いますからね、だから、はい、耳やのになと思うねんけどね、うん、それでも水を飲んでください、うん、だから、でそれを僕は岩月くんにどう、はい、っていうことで、あ、ほんなら僕も飲みますねって言うてくれて、いや、おかげさまで、だから、ご興味ある方はあの、まかまか行ってください。ありがとうございます。岩崎君訪ねて行っていただければ、あの、教えていただけると思うんでね。はい、そうか、食べて帰ってくださいよ。よろしくお願いします。ありがとうございます。お客さんと行って食べて帰って、あの、美味しいですからね。はい、何食べてもね。はい。はい、まあ、そんなこんなの。はい。いや、もう本当に、もう師匠にいろいろ本当、ね、こう体のことまでお世話になって。ずっとリベンジ、リベンジって言われてて、大きいの釣ったらしいやん。そうなんですよ。ここにあるこれ見てください、マグロ釣ったんですよ、ここまで。何キロ何キロ?40キロ。どうやった、何分かかった？5分半ぐらい。え、早っ。ドラグ結構締めてて、うん、B も6号入れてたんで、おお、もうかかったらもう魚向こう向かないように。あ、そう、向こう向かしちゃダメでしょ、行っちゃったらもうずっと行っちゃうんで。そう、ビューン。そう、マグロなんか 100m、200m 平気で走っていくもんね。平気です、平気です。で、こいつら時速150キロだったんで、ね、泳げるんで。そうや、そうや、はい、もう原付きでいっぱいやっこする。5分、5分半ぐらい。あのね、大間とか、はい、あ、まあまあ、あの大間のマグロは別としてもね、我々マグロ行くでしょ、はい、なマグロはね、1キロ1分の、あの時間で釣り上げないと血が回って魚の身が美味しくない。あ、そうです、100キロやったら100分ね、1時間40分で上へ上げないとダメ。50キロやったら50分。でもこれ5分で上げた。5分、5分半ぐらい。すごいやん。うまいことこっち来て、いい子だったマグロちゃん。うまいことこっち来てくれていい子やったから。森打ってから相当暴れたんで。そうでしょ、だからまだ結構全然余力があったと思うんですよ。うまいことこっち走ってくれね。あかん時は船で追いかけなあかん時あるもんね、糸がなくなって。潮がそんな飛んでなかったんで、だから大間とかって結局潮流に乗っちゃうんで。潮が飛んだという専門用語が出てきた。だいぶ勉強しました、船釣りもね。え、あれは、南地帯かな。あ、はい、一緒に行かせていただいたのね、はい、観光大使にしていただいて、もう6年目。6年、はい、まだ現役でやってるんでね。そうです、そうです、はい、また行きましょうよ。あ、ぜひ南地帯で。ねえ、ちょっとタイの件はまだ僕リベンジできてないんです。そうやん。師匠が46センチのタイって言って、カサゴしかついてないガシラの。そう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 。で、師匠にもっといい時期にリベンジですねって言ったら、言うてそのリベンジ戦するのはいつかやろって言われてからもう。そうやん、もう6年経ちました。そうやん、はい、そのままやん、忘れてんのちゃう。仕事忙しい。いや、まあ、頑張ります、はい。そんな感じで、いや、ぜひお願いします。またお願いします。ください。こちらすごいね、もういろんなタレントさんは名古屋来たらみんなはマカマカさん寄ってくねんね。いや、ありがとうございます、ね、本当に、うん、名古屋飯で皆さん寄っていただいて。そうやね、うん、もういつも来ていただいたり、いつも差し入れで美味しいものばっかりいただいて、私、ありがとうございます、ね、今もあの、うん、なかなか外に食べに行けないんじゃないですか。そうやね、あの、はい、家でねっていうのが、うん、やっぱり主流になりつつあるんで、うん、はい、まかまかもちょっと通販に力入れておこうと。やったやった、はい、どんなもんやってんの。うん、このお店はタコしゃぶ、日中島のタコのしゃぶ。ああ、はい、前一度召し上がって、おいしかったおいしかった、タコしゃぶね。これを家でできる形で。あ、そうか、やっていこう。またね、今これ現時点ね、増えててどうなるか分かりませんけども、はい、ね、こっち の愛知の方もものすごい出てるやんか、はい、もっぺんね、自粛ってなったらお家で食べなあかんし、うん、そんな時は通販で、はい、ね、美味しいものを、美味しいものお届けできたらと。ね、タコしゃぶ食べれる。あと何あんの？と、本店の方は知多牛、うん、あの知多の知多牛があるんですけど、はいはい、しぐれ煮にして、うん、
こうご飯にかけてもいいし、つまみで食べてもいいし、あ、今日お土産に入れてあるんでぜひ楽しみにしてください。ありがとうございます。っていうのやっていこうと思ってて、まあ、他にも、まあ、いろいろまかまか名物あるんで、うん、また1個ずつ開発していただいて、手羽先もあったやん。手羽先もはい、no. そういうのもやっていけたらと。手羽ね、でも、うん、揚げたてがやっぱり一番うまいですよね。あれはやっぱ真空かけちゃうとだいぶ、あ、そうか、そこら辺が結構葛藤してる。それはやっぱりね、落ち着いたら店へ来ていただいて、そうですね、やっぱりカリッと揚がったやつを食べていただくんですね。もうなんかその、ね、金の手羽先、銀の手羽先の名前で取っていただいて、はい、なんですけど、ね、うん、あ、こんなもんかと思われる。そうやわな、やっぱり、それあるよな、ね、あの、せっかくだったら美味しいものを食べていただきたい。そう、あの、お好みでもたこ焼きでもね、焼きたて食べたら美味しいけども、うん、いっぺん持って帰ってチン、ね、あ、ね、別の食べ物になっちゃうんですよね。そう、別の食べ物になるからね、うん、やっぱりそれは店で出来たて熱々、うん、そうですね、でもね、はい、別に、まあ、こういう時代なんで、うん、別にその家で調理工程とかなくても食べれるしぐれ煮だったり、はい、まあ、ちょっとお父さんがじゃあ買ってきて、うん、今日タコしゃぶやるぞって言ったらもう家族喜ぶと思う。そうや、そうや、そういうのやれたらいいなと思って。あ、はい、なるほどね。またホームページにそういうリンクも貼ろうと思ってるんですが、ね、今ちょうどやってる最中。あ、そう、あの、ひまかじまってタコで有名よ。はい、そうなんですよ、ね、南下町のひまかじま、ね、向こうもこうしたこ豊漁なんですけど、やっぱり、ね、うん、買う人が少ないじゃないですか。お店がやってなかったりするので。ところがね、はい、タコの時期終わる、もうタコの終わりです、終わりでしょ、はい、でもっぺん秋にあるんですよ。ああ、そうですね、ちょっと取れてきて、ね、はい、でもね、あの、イタリア料理やってる人とかタコ用使うんだけども、冬場タコないってみんな困ってんねん。ああ、そうですね、僕ら釣りするもんは冷凍でなんぼでもタコ置いてあげっていう、うん、タコはね、一回冷凍しても味が落ちないんですよ。そうです、冷凍してからじゃないとあのぬめりがね取れづらいんで。お、知ってる、教えてあげよう思ったけどさすが、一品あのタコ釣って冷凍入れたらもう全然ぬめりがね、もう水洗いでもぬめり取れてしまうんですよ。あ、調理もするの？漁師さんに教えてもらいました。あ、はい、でもタコが釣れないです。最近2回ぐらい行ったんですけどタコが釣れないですよ。あのね、泉州の方は関空の下で泉だこういうんで、泉州めちゃめちゃ有名ですよね。そうなんですよ、はい、それと明石のタコ、はい、明石は一時一人100杯ぐらい連れてるよ。1日1日一人ですよ。乗り合いで、だからみんな100杯すごいな、それ。だから多分ね、透き通って透明で見たらもうタコ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 そう、あの、そんな時期がもう今はもう終わりかけ、で、もうあんまり釣れないっていう。あ、もうちょっとタコ釣りもやりたいな。ああ、いいよね、それなんで、ね、ほな、こっちへ遠征という点もあるね。あ、僕が行く。そう、来年はね、はい、だから年何回か決めとこうや。ぜひよろしくお願いしますね、はい、はい、またじゃあ師匠にも、はい、動画出ていただいて、はい、はい、またね、釣りもしたりとか、はい、一緒に今度タコしゃぶも食べてください。あ、いただきます、はい、ぜひ。え、今度ということは今日は食べさせてもらおうなんて言うたりなんかして。女の今日はありがとうございました。いえ、ありがとうございました。どうも皆さん、チャンネル登録して次回の動画でお会いしましょう。楽しんでください。はい、また私も出てください、はい、ありがとうございます。バイバイ。